鮭子の鮭おにぎり100選29回目は春菊のごま油炒めのご飯と鮭のおにぎりです。春菊今の季節美味しいです。ごま油でちゃちゃちゃっと炒めてお塩を振ります。これをご飯に和えるとそれだけでも十分美味しいんですが、そこに鮭を加えるともちろんもっと美味しくなります。鮭はゴロゴロとこんな感じで、はい、これで握ります。こんなおにぎり韓国海苔を巻いて食べるとすごく美味しいですよ。